残念なお知らせが。アメリカが認めた日本の美、元の隅神社。お金がないから旅に出た。僕は会社を辞めて歩きとヒッチハイクで日本2周目の52歳。現在山口県は萩市。今回は長門市にあるアメリカの CNN が選んだ日本の美31景元の隅神社を目指します。動画の前半は峠越えの様子、そして旅先で出会った秋の味覚、後半部分では美しい元の隅神社を撮影してきたので、ぜひ最後までご覧ください。雨降ってきたから、これ高杉晋作さんの広場なんだけど、あ、危ない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 、蓋開いてたよ。危なぁ。おはぎ食べよう。ちょっと雨宿りだねこれは、しばらく。よいしょ。結構降ってきたぞこれ。まずいな。あいや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 。まずいね。いやーどうもね、恵子さんから異音がするなと思ったらさ、あのひびの箇所が完全に折れてた。折れてるんだけど、前回補強してもらったパイプにうまいこと乗っかって、まあ乗っかってあのガタッと落ちないように作ってもらったから、まあ一応意図した通りにはなってんだけど、折れてるねこれね。わかるかなあれ、見えますかね、折れてる。あの穴の開いた横に渡ってるあの鉄の棒に乗っかってる状態なんだよね。要するにこれが本来のフレームで、これが車軸で、これ鉄パイプ、補強してもらった、取り付けてもらった鉄パイプが車軸の上に乗っかった状態で、これ、この、これも鉄の棒、これとこれが、溶接でくっつけてあるから、で、これが車軸に乗っかって、車軸は丈夫だから、でこれにこの折れたアルミパイプが乗っかってるから、で下へガクンガクンと落ちないっていう状況。とりあえず雨もね、とりあえず止んで、まあ今からちょっと進もうか。暖かくなってきた。
いやここに来るまで10キロぐらい、いやーよー登った。標高231、そんな低いかなっていう感じだけど、とりあえず長年、今何時だ、今5時ぐらいかな、12度だって今、あと3時間頑張りますね。ちょっと走りながらね、軽くなんか一応食べるもんはラーメンとかあるけど、ちょっと買っていこうか。こっからまだね、道の駅まで 3,4 キロあるんでね、40分ぐらいか、 4,50 分、ちょっとライが行き去るのを待って。残念なお知らせが、なんとですね、けいこさんのフレームが1箇所、2箇所、3箇所、もう笑うしかない、4箇所、もうこんだけ全部折れまして、ただ昨日ね、雷雨の中をおかしいな、おかしいなと思いながら歩いてきたんだけど、かろうじて歩けたのは、大田市で、補強してもらったこれ。この鉄パイプのフレームが、まだこう、かろうじて乗っかってるから、とりあえず、なんかぐにゃんぐにゃん、ぐにゃんぐにゃんしながらも、走れて、長門島にたどり着いたと。これで結合部分がちょっとこう、要するに溶接された部分がこう離れようとする力が多少減るから割れないんじゃないかということなんで、一回ちょっとこれでやってみます。ありがとう、14代目恵子さん。いやー、改めて見るいいか、こんなもんで。さあ、いただきます。あー惜しいでも食べれるわ。うん、ちょっとね、中硬いけど、
全然いけるわ。むしろ。ぶっちゃけね、本当にあんまり栗はね、昔から得意ではないっていうかね、あんまり嫌いではないけど、ケーキの中で一番嫌いなのモンブランだし、なんかモサモサしててね、栗ご飯とかもあんまり、まあ、うちの母親が作らなかったっていうのもあると思うけど、あんま食べたことないしね。でもこれはね、本当に火で焚き火台で焼いただけだけど、もう食べようか。ほら、好きかも、そのものの味っていうの。塩も砂糖も醤油も何も振らない、そのものの甘さ、本当に素朴な甘さ。びっくりした。これだからね、橋の下はね、皆さん橋の下で寝るときは、あの橋ってね、なんかパイプがいくつもね突き出てて、そっから排水するんだよね。それを最初知らずにね、ジョバ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 って水が落ちてきてびっくりしたんだけど、まあ、当然今日なんかもその場所をあらかじめ確認して、あ、ここは、あ、ここだね、はいはいはい、あそこダメね、あそこもダメね、よしここだってテント張る場所を決めたんだけど、急に来るからシュワバシュワバって、どういうシステムなのかよくわからんけど、皆さんも気をつけてくださいね。しかしね、ずーっと峠を降りてきたんだけど、こんなとこに人住んでんだね。すごいな。神様の導きとしか思えないような、もう本当にバッタリ、もう多分1分どっちかが早くてどっちが遅かったら出会ってなかったと思うけど、本当にね、素晴らしい素敵な方々に、明日はなんで下の元の隅神社行ってね、
次回あゆさんコバルトブルーの角島大橋を歩きます。乞うご期待。